こんにちは、ゆうがです。今回はですね、ちょっと普通の人が、入れないような、かなり危険な場所へまたちょっと蛇探しに来ました。前回はね、ここで、超特大の山ふがしを、見つけたので、今回はね、どんな蛇に出会えるのか、ものすごい楽しみです。こんな感じで景色がね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。はい。で、さっきですね、なんとね、カラスヘビが、もうすでにいたんですけど、ちょっと崖の上だったんで、撮れませんでした。はい。はい、ちょっとですね、今山を登って休憩してたら、謎の獣がめっちゃこっちに睨んでました。めっちゃ怖くないですか、これ。何ですかね、これ。なんかちょっと目視だとクマにも見えるんですよね。はい、ちょっと動画撮りながら進めるような場所ではないので、一応こんなところも進みますよっていう感じで動画撮ってます。まあでもここなら動画撮りながらいけそうですね。お、はい、捕まえました。すごいですね。いや、まさかの日ばかりです。いやー、あの動画止めた瞬間にヘビが見つかるっていうことはあるんですけど、止めた、いや、回した瞬間に見つかるってすごいですね。いや、まさか急に日ばかりが見つかるとは思わなかったですね。いや、いるんですね、こういうところに。でも確かにここちょっと川が軽く流れてて、すごい湿ってて、日ばかりがいそうな場所ではあるんですけどね。いや、かなり、でもそれにしても大きい日ばかりですね。こんなに大きい日ばかり見たのが初めてですね。いや、特大日ばかりですね。はい、日ばかりこんな感じです。かなり大きいんですけど、すごいおとなしいですね、この子は。かなりちょっといい子の可能性が高いですね。いや、それにしてもすごい場所にいますね。はい、日ばかりがいた場所こんな感じになってます。さっきのちょっと画像だとわかりづらいですけど、こっちの方がちょっと、わかりやすいですよね。もういかにも日ばかりがいそうな感じで、すごい湿ってる感じですよね。はい。はい、ちょっと、また山を登って降りてきて、ようやくまた沢にたどり着くことができました。結構ね、奥まで進めたんで、またちょっとここから蛇探ししていきたいと思います。ここからは危ないんで、ちょっと動画は撮れないと思います。いや、それにしても、この場所の自然は最高ですね。蛇探しっていうことで、この大自然に来れるっていうのは本当に嬉しいですね。僕も自然が大好きなんで、もうこの場所はもう最高にお気に入りです。ただめちゃくちゃ危ないので、普通の人は入らない方がいいです。はい。今騙された人いるんじゃないですか。蛇探しあるあるでございます。蛇ではなくただの木くずでした。お、はい。ヒキガエルちゃんが岩に埋め込まれてましたね。いや、めっちゃ可愛いですね。いや、こういうところにもいるんですね、ヒキガエル。なんかやっぱこういう場所で見るとより神秘的ですね。ちょっと謎の雲捕まえました。なんか背中あたりがすごい青いんですけど、いや、これ何の雲ですかね。ちょっともし分かる人がいたらまたコメントで教えてくれると嬉しいです。ちょっと沢の目的地まで着いたんで、今戻ってるところなんですけど、ちょっと楽しようと思って上の道のあるところに登ったらですね、なんと戻れなくなりましたね。今なんとかですね、この上からこの下まで降りてきたんですけど、ちょっとまた行き止まりでですね、こっから降りていくしかないんですよね。いや、でもかなり厳しいですね。はい、なんとかですね、また沢まで降りてくることができました。いや、めちゃめちゃ恐ろしかったですね。多分人生で初めてというか一番の恐怖でしたね。いや、ほんと生きててよかったです。いや、僕沢登りとかねしたことなかったんで、いや、そんなド素人の人が来るような場所ではないですね。でも
めちゃくちゃ素敵な場所で最高です。沢登りに慣れてきました。はい、さっきのねすごい危険な土砂の山をね経験してから、沢がめちゃくちゃ簡単に感じてですね、あっという間にスタート地点に戻ってくることができました。ちょっとまだ時間があるので、ここでヘビ探しをしていきたいと思います。はい、捕まえました。ちびかがしちゃんですね。いやー、今年は本当によく出会いますね。いやー、ちびかがしちゃんですね。はい、こんな感じですね。まあやっぱでもこの時期は山かがしのようだいっぱいいますよね。なかなか、まあでも、ヘビがね、なかなか見つからないなっていう時にこう、ね、いつも山かがしが出てきてくれるんで、まあ、おかげさまで、まあ動画になったりとかしてるんで、まあ山かがしには感謝ですね。はい。はい。で、先ほどの日ばかり、特大日ばかりなんですけど、あちらはですね、アニマルタイガさんのですね、アザンティック埼玉05店にて、販売いたしますので、ぜひですね、僕のチャンネルからね、購入してくれる人がいたら嬉しいななんて思っておりますので、よかったら説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。まあ、ただ、これを購入したからといって僕のお金には一銭にもならないんですけれども、まあ僕のチャンネルから買ってくれる人がいたらなんか嬉しいなと思ったので、ちょっとお話ししました。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。